有楽町駅。有楽町駅は、東京都千代田区有楽町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロの駅である。JR 東日本の各線、工術と、東京メトロ有楽町線が乗り入れている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、東海道本線であるが、詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称参照。 当駅には、運行系統上の京浜東北線及び山手線の列車が停車し、旅客案内では、東海道、本線は使用されていない。かつ、昼間時は、京浜東北線の列車は停車せず、山手線の列車のみ停車する。また、当駅は、JR 東日本の特定特殊内制度における、東京都内及び、東京山手線内に属する。 日本国有鉄道、国鉄が運営していた1954年から1956年までは、常磐線からの列車が朝夕の近時間帯に東駅まで乗り入れたことがある。東京メトロ有楽町線は、池袋駅方面の電車において、東武東上線及び西部池袋線と直通運転を実施している。また、日比谷駅とは改札内では連絡せず、 地下通路で連絡しており、東京メトロ日比谷線、千代田線、東京都交通局地下鉄三田線との乗り換え駅になっている。JR 線からは、有楽町線と日比谷線のみ乗り換え案内している。駅名である有楽町の地名は、この辺りに、織田信長の弟である永増、織田長桝、浦草井の邸宅跡地があったことから、明治時代に命名された。年、 昭和25年当時は当駅ホームの駅名標は、有楽町と有楽地方の2種類が存在した。島式ホーム2面4線を有する高架駅。外側2線を京浜東北線が使用し、内側2線を山手線が使用する。駅ナンバリング導入前のホーム上の駅名標のフォーマットは、右下と左下の駅名がひらがな。 アルファベット兵器ではなく、漢字、アルファベット兵器で、サイズも小さく他の駅では見られない、オリジナルのものになっていた。ホームと中央口、中央西口をそれぞれ連絡する、エスカレーターエレベーターが設置されている。ホーム上の出口、乗り換え案内看板では、連絡運輸を実施していない、東京メトロ銀座線、丸の内、銀座駅も連絡運輸を実施している。 有楽町線と同じように案内されている。当駅は北隣の駅である東京駅の京葉線ホームに近い。同駅において山手線京浜東北線から京葉線に乗り換えるには同一駅構内とはいえかなりの距離を要する。このため、当駅東京間を含む乗車券東京山手線内東京都区内発議を含む。ただし山手線は 内回り、京浜東北線は北港に限りを所持した上で、改札口で、京葉線に乗り継ぐ旨を申し出れば、徒歩により、東駅東京間を乗り継ぐことができる。この場合、乗車券の表面に途中下社員を応印した上で、案内書を交付される。スイカなど、IC 乗車カードの場合は応印はなく、案内書のみ。ただし、駅は、京橋口、改札、東京駅は、 京葉地下八重洲口及び京葉地下丸の内口のみでの取り扱いとなる。なお、当駅での京葉線への乗り換え案内は行っていない。出店 JR 東日本駅構内図京浜東北線は10時30分頃から15時30分頃にすべての列車が快速運転となり当駅を通過する。この時間帯に京浜東北線を利用する旅客は 大宮方面は東京駅で大船方面は浜松町駅での乗り換えを要する。全ホームで五官工房制の発車メロディが使用されている。島式ホーム一面二線を有する地下駅。日比谷駅、日比谷線、千代田線と江見田線と連絡しており、同一駅として扱われる。ただし、乗り換える場合は一旦改札を出る必要がある。 出口番号は開業以来数字の頭に A を付していたが、乗り換え駅である日比谷駅も数字の頭に A を用いているため、五条防止の観点から2007年2月1日より数字の頭が D に改められた。コンコースとホームとの間はエスカレーターのある階段に加えて中央部のエレベーターでも連絡しているが、エレベーターについては、 コンコース部は単独の改札口となっており、最低限の機器しか設置されていない。また、一番線ホームには6両編成、南北線からの臨時列車は6両編成で、運行される停止一歳全部の表記がある。エスカレーターが併設されている階段の中間部に、銀座1丁目よりには、駅事務室、桜田門よりにはトイレがそれぞれ設置されている。また、 東京国際フォーラムへの d を出入口には、エレベーターではなく、車椅子専用の段差解消機が設置されている。鮮明の由来となった駅であるが、2008年3月から2011年9月まで、特定日に運行されていた、特急、ベイリゾートは通過していた。銀座一丁目側に、両当たり線があり、非常時には当駅での折り返し運転が行われる、こともある。 2016年10月26日実施のダイヤ改正で、早朝時間帯に当駅始発新木場駅の列車、当駅5時1分発が設定され、豊洲駅でのゆりかもめの有明方面、新橋駅の始発列車に接続する。この列車は一駅隣の桜田門駅から改装され、当駅から営業運転に入る。有料座席指定列車 S トレーンは平日ダイヤのみ。 有楽町線に入線し、当駅にも停車する。なお、当駅から東京メトロ線内のみの乗車はできない。一例として、乗車専用の石神公園駅で本列車に乗車し、当駅で下車するのはか。2016年度における各社合計の1日平均乗降人員は約51万人である。隣接する同一駅扱いの日比谷駅との合計では、 約70万人。年間では、約2億5500万人。近年の1日平均乗降人員推移は、過表の通り、JR を除く。近年の1日平均乗車人員推移は、過表の通り、銀座に近く、利用者が多い。有楽町マリオン前、東部、有楽町駅、千葉グリーン。月屋橋、都営、平和、アスカ。 西岬観光 JR バス船橋新形成リムジン有楽町駅形成楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。